駅霊見えている面に刻まれている文字は、天書体の鈴。反対側にはやはり天書体で、駅と刻まれている駅例駅鈴は、日本の古代立領時代に、管理の公務出張の際に、朝廷より支給された鈴である。646年1月1日、高徳天皇によって発せられた、改新の御事乗りによる、駅は、天間の制度の設置に伴って作られたと。 考えられており、管理は駅において、この鈴を鳴らして、駅舎と駅場、または駅舟を挑発させた。駅では、管理一人に対して、駅場一匹を救出、駅士二人を従わせ、うち一人が駅霊を持って馬を引き、もう一人は、管理と駅場の警護をした。現在残っている実物は、国の重要文化財に指定されている、お帰国駅で二口のみとされる。 この遺霊は、島根県沖野島町の玉和和井の地神社に、隣接する奥木や宝物館に保管、展示され、同神社宮寺で、奥国像の末裔である奥木家によって管理されている。ただし、奥木国駅霊の心願は未だ諸説あって、はっきりしていない。1976年1月25日発売の20円、はがきの量学院ン面の衣装になった。ありがとうございます。